皆さんお疲れ様です。かぐやです。今回の動画はなんかいきなり指映ってるけど、渋谷の方に面白そうなものが2つほどありまして、それを見に行ってきたという動画になります。早速1つ目ですね。そこにあるピンクのやつがお目当てのものです。でこれ自体が今期間限定12月10日から1月の10日ぐらいまで設置されている自販機で、なんか変なやつがあるんですよ。これですね。一時期インスタグラムとかで結構有名になってた、ショートケーキを缶に詰めたっていうやつですね。これ買いに行ってきました。いやもう、ただ行ってきた頃にはもうほとんど売り切れになっていて、一番下のふわ缶っていうショートケーキとはちょっと違うのかな。なんかそんな感じのやつが売ってましたので、それだけ買ってきました。で買ったやつはこれですね。結構なんか下の方にイチゴが溜まってたりして、あともうなんか全面的にクリームがついてるっていう感じのやつです。はい、そしたら次2つ目のやつに行きましょう。次の場所としてはスクランブルスクエアの3階にあるやつですね。ほな次行きましょう。はい、次はブルーボトルの方にやってきました。同じく渋谷の方ですね。で期間限定で今ここのスペースになんかブルーボトルのショップが出てるようで、今回はホワイトスイートコーヒーのホットを頼みました。というわけで今ここから決済が始まるので一旦カットします。はい、注文が完了しました。というわけですね、ここ何が面白いかっていうと、ブランド初のロッカー式のカフェとなっているんですね。はい、画面にある通りこういう風にロッカーが作られていて、その中に商品が置かれるという形です。でレシートの方にも自分のロッカーの番号が書かれていて、そこが光ったら自分のを取るという形になっています。これの何がいいって、まあまず1個目がすごいおしゃれっていうことです。今お姉さんが撮ってるように結構おしゃれなんですよね。であとは結構提供も早かったですし、あとはそもそもこんな風に提供するっていうカフェはまともにないですからね。そういう点で見ると結構面白いやり方ですよね。はい、そんなこんなで自分のが届きました。で初めてブルーボトルのコーヒー飲んだんですけど、結構美味しかったですね。また行きたいなーって思ってます。はい、そんな感じでブルーボトルのコーヒーは以上でございます。次は生ホイップ缶を食す動画になります。行きましょう。はい、お疲れ様です。というわけで帰ってきました。おお、開け、こういうの開けるの怖いんだよな俺。よし、これはもう本当にケーキっていうよりかは生クリーム入ってる感じなんですかね。食べたいと思います。開けるうまそうこれ。いただきます。あ、美味しいね。あ、けどあれなんだ、ポンチとかも入ってるわ。あとなんか中にチョコみたいに入ってる。なんか求めてたあのイチゴが入ってるやつじゃないけど、これもこれで全然美味しいね。ね、美味しい。お、あ、え、このさ、外のこの赤いやつ、これ俺ずっとパッケージだと思ってたんですけど、違う、ちゃんとこれ内側についてる赤いの。ごちそうさまです。はい、急に画面が止まりました。なぜかというと、自分がこの撮影した時にちゃんとまとめる動画を撮ってなかったからですね。まあ今回食べた生ホイップ缶に関してのまとめを言うと、うまいけど高いなっていうとこですね。やっぱコンセプト的には結構面白い商品ですけど、自分が食べる分には全然1回でよくて、人になんかプレゼントとかそういう風なのだったらちょっと買ってもいいかなっていうところです。はい、以上でございます。今回の動画は渋谷でショートケーキ缶を買った動画と、ブルーボトルコーヒーに行ってきたよっていう動画でした。ここまでご視聴いただきありがとうございます。おそらくこちらの動画が2021年最後の動画となります。1年間ありがとうございました。また来年も引き続きいろいろとやりたいことやっていくので、どうかよろしくお願いします。というわけで皆さん良いお年を。また来年お会いしましょう。バイバーイ。